何をしましょうかねって言いますと、と何をしますかって言いますと、何しようかな、お絵かき配信どうですかね。そうそう、やろうかやらないか今すごい迷ってて、始まる前にお絵かき配信にするかいやしないかで迷ってて、そうみんなに聞いてから決めようと思ってて、どう思います皆さん、お絵かき配信、あゆが時々やるやつですね。そうなんかみんなからお題をもらって絵を描くみたいな、ただただそれだけの配信だけど、どうですかね。どうだろう、今コメント待ちだね。あ、いいんじゃない、だってじゃあ紙持ってくるね紙持ってきてなかった、待ってね、うんと、これかな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はい来たよはい、紙も持ってきて、あ、待って、これ空いてるページあるかな、あったあった、空いてるページあった、はい、じゃあやりましょう。なんかあります、書いてほしいものあるかな、なんかあったらぜひコメントで、簡単なのがいいかな、できればうん、なんかあるかな、やっぱコメントと時差があるよね、ちょっと配信とか、かわうそ、かわうそ、なんか目の前にいるから目の前の子でも描こうかな。そう、目の前にでもね3、4匹ぐらいいるんですよね。そうでもあのよく出てくる子にしようかな、ね、よくあゆのショールームに出てくれる子3個ペン、はい、でもやっぱ輪郭描くのが最近やっぱり無理だと思って、そう無理なのがやっぱり分かったので輪郭は描かないね輪郭は描かないっていう、あ、ちょっと大きく描きすぎちゃった、まあいっかなんかすごい4分の3分の1ぐらい使ってる紙の1ページにのね、そう3分の1ぐらい使ってる、嘘かも、4分の1ぐらいかもしれない、でも普通のノートに書いてるからちょっと見づらいかもしれない、みんな、かわうそすっごい大きく書き、輪郭書かないかなんか分かりづらいけど、かわうそ、上に書いとこう、かわうそって、はい、次なんかあります、たたーん、あるかな、さあどうでしょう、赤い書いとこうかな、なんかあるかな、なんか期待あるかな、自分で、自分ないんだよね、クマ、クマ、愛がよく描く子にしよう、クマ、愛がよく描く、クマは今描いてる、ちょっと待ってね、見えてる？見えてる。すっごい小ささ。サイズ感の差よね。ちっちゃく描きすぎたね、これまた。ペンギン、あ、ウサギ、ウサギの方が下にあるね。ペンギンなんて描いたことないな、あゆ。ペンギンってどんなやつだっけ？でもあれさっき、あのね、
何かでペンギン見て、わあ買おうかなーって、買いたいなーって言ってたところだったさっき。本当何時間前そう、何時間前に買いたいなーって言ってたの。そうそう、はい、うささん見えてる、見えてね。なんかいつもとこのお先違うね、なんかいつもの絵と違う、なんか絵を描かないから忘れちゃった、どんな絵描いたか。ペンギンってどんなやつ、どんなだったっけ、ペンギンって。鳥みたいな、鳥でもいい、ちょっと思い出せない。あ、でもこんな感じ、これ鳥だねこれ絶対鳥だねペンギンなのかがわからないけど、これは絶対鳥だ。青？青はね、ちょっとスマートなんですよね。なんか、そう、お顔が。そう。で、丸い目。色鉛筆で描いてるから描きにくい 描きにくいね。そう、色鉛筆の黒で描いてる なぜかシャーペンじゃなくて青。さあ続きまして、すぐ前髪割れちゃう、湿気で前髪がさ、なんかうまくいかないのよ。そう、雨の日続きすぎてもう悲しい。イルカって何だったっけ、イルカね、描いたんですよね、小学校の頃に。なんか何かで描いたの、なんだっけ、何かで描いたイルカ、どんなだっけイルカって。いや、わかるんだけど、なんか絵で描くってなるとなんかわかんなくなっちゃう。あ、でもいいんじゃない、いいんじゃない、わ、いいんじゃない、みんないいかもしれない。あれ、これクジラみたい？ちょっと待って、尻尾が大きすぎた。まあ、いっか。あ、待って、ちょっとあんまり可愛くない 可愛くない、何このイルカ。色でもちょっと黒くしとこ ごまかす、ちょっと黒くしてね。違う。前髪荒れちゃうもん、やだなんか違うね、なんか全体的に何かが違うね、何かが違うけど、まあいいや。タヌキ？タヌキってクマさんと一緒じゃない？ほぼほぼ。何が違うんだろう、色味。絵で描くとなんか、あ、なんか変な耳の形になっちゃった。まあいっか。ちょっと待って、変な絵になった。ちょっとこっちのページに描き直そう。変な絵になった。へんへんへん。ちょっと間違えて、これなんかネズミサイズの耳になっちゃった。まあいっか。まあ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 、いっかいっか。あ、いいんじゃない、なんかでもパンダみたい。どうぞー。
いいんじゃない、ちょっとパンダみたいだね。なんか見て描けるものがあればもうちょいよく描けるんだけど、今見て描けるものが何もないからね。そう、見て描けないっていうのがちょっと大きいね。亀ってどんなんだっけ。亀なんて描かないな、ああいう普段。亀ってどんな、亀ってどんなやつ。なんか同じ言葉何回も言っちゃわかんないと。こんなんでいいのかな、ちょっと待って。あ、いいんじゃない、ちょっと初めてにしたみんな。あゆすごいかも、なんかメロンパンが乗ってるみたい。カメ、カメいいんじゃない、初めてにしては何にも見ずに描いたからね。いいよ、これよしとしよう。はい、なんかありますかね他に。なんか面白い、こうやって自分で見てると面白い。面白いですね。なんか今このノート見返したら懐かしいのがいっぱい出てくる。なんかそう、あのなんかつ、あのインスタに載せたんだけど、インスタに載せたやつとかも出てくる。ほら、もうちょっと今もう消しちゃってるけど、アーカイブに残してるけど、これとか、これ載せたっけ、結果載せてないかもしれない。見て、こういうの載せたか、こういうのなんか懐かしいのがある。なんか懐かしい、ほら懐かしい。懐かし、そんな懐かしくもないけどね。あ、ほら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 、いいじゃん。なんかあと多分これまだ出してないやつがある。これなんで書いたんだろう。自分でもわからない、なんか書いたのがある。多分でもシアターの女神の多分時に載せようと思って書いたんだけど載せなかったってやつかな。あ、来てた、その間にキリンだって。キリン、キリン前書いたよね。どうやって書いたっけ。なんかコッシーみたいになっちゃった。ネッシーか、コッシーじゃないや、ネッシーみたいになった。ネッシーにちょっと変えるね。ネッシーだこれ。ちょっと隠そう。ちょっと体描こうと思ったけどうまく描けなかった。ちょっと湖に埋まってる感じにするね、黒で。これネッシーだ。見てネッシーこれ。なんかキリンがどんな感じか忘れちゃった。どうだったっけキリンって。これネッシーだ。ネッシーじゃない、これ。なんか左手でなんか描けないかな。右利きなんですけど、左じゃ描けないのやめとく。やめとくっていう。さあ何、なんだろう。ね、これネッシーだよ絶対。なんでネッシー描いたんだろう。あ、15分経った。今日は106日目。すごいすごいですね、106日も続いててびっくりです。
びっくりだ。じゃあラスト1個絵を描いておしまいにします。どうしよう、ゾウ、ゾウなんて描けるかな、描いたことないな。なんかあの耳が大きい子よね。ちょっと輪郭なしじゃ無理かな。ちょっと輪郭が本当に下手なんですよね。何にしてもなんか人間にしてもなんですけど、あ、待って、ゾウは無理かもしれない。なんか人間みたいゾウやめよう、なんか違う、ちょっと今まで来たやつなんかない。ちょっとキリンをちょっとどうにかして描きたいから、キリンをちょっと描こうかな。キリン、キリン、ちょっと描きたいよね、キリン。がいらないのかなこれ。あ、でもちょっとやめよう、キリンじゃないからやめとく、封印しようまた今度やるね、キリン。ちょっと何度書いてもネッシーになっちゃうネッシーになっちゃうからちょっとやめとこうかな。はい、そんな感じでランキング発表をしたいと思います何度書いても熱心になっちゃう。ちょっとお見せしようかなみんな何度書いても熱心だもん、これ。ちょっと多分熱心が頭から離れてないからやめよう今日もはいはい、じゃあランキング発表をしたいと思います。13位さんまさん、ありがとうございます。12位はるかちゃん、ありがとうございます。11位ちゆさん、ありがとうございます。10位しょうちゃん、ありがとうございます。9位せいきさん、ありがとうございます。8位かずきくん、ありがとうございます。7位ゆうくん、ありがとうございます。6位しいてつじさん、ありがとうございます。5位ヒーローさん、ありがとうございます。4位かっちゃんさん、ありがとうございます。3位クロカ銀次郎さん、ありがとうございます。2位カモンさん、ありがとうございます。ジャーちゃん、ありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました、ありがとうございます。ツイッターもまあこの後今日中のどこかでは投稿するので見てください。多分6時から9時のどこかでは多分載せますので見てください。はい、ではでは、ありがとうございました。バイバイ。